あっけん TV プラス、どうも森本健太です。夏になると夕立など急に雨が降ることが多くなってきますよね。注意が必要です。そこで今回のテーマは、どんな人たちなんでしょうか。近年夏になると全国各地で発生しているゲリラ豪雨、土砂災害や河川の氾濫による浸水被害などに対して特に備える必要がある。県では去年8月の土砂災害をきっかけに防災・減災への意識をより高めるため、4月からある運動をスタートさせた。それが広島県みんなで減災県民総ぐるみ運動。県民や自主防災組織、事業者や行政などが一体となり、まさに県民総ぐるみで防災・減災対策に取り組もうというものなんだ。三好市で地元の小学生を対象とした防災教室が開催された。この日作ったのはハザードマップ。身の回りにどのような危険箇所があるのかなどをマップを作りながら学んだぞ。県ではこのように防災教室や訓練を各地域で行うことで、いざという時に県民自ら行動できるよう取り組みを進めている。また各地域で防災力を高めるための活動ができる体制を整えていくため、指導者の育成にも力を入れている。それが広島防災リーダーの養成だ。専門的な知識や技能を学び、地域の防災活動の先頭に立つ人材を育てるというもの。その多くが消防団員や自主防災組織で活動する人たちで、5年間で306人を養成した。さらに県ではこの防災リーダーの中からより専門的なノウハウを持ち指導力のある人たちを自主防災アドバイザーとして登録。防災教室を開きたい、訓練したいといったニーズに合わせ各地へアドバイザーを派遣しているんだ。呉市の井上さんも自主防災アドバイザーの一人。これまで廿日市や加計、豊平などで活動をしてきた。この日は挙句の女性グループから依頼を受け、生活防災についてアドバイスを行った。それ一人がね、日常生活の中で防災減災いうんですか、意識してもらえるものにしていきたいなと思うんですね。県ではいざという時に県民自ら適切な行動が取れるよう、地域ごとの活動をバックアップ、地域の防災力を強化するために自主防災アドバイザーを積極的に活用しよう。町内会や近所の集まりなどでも希望すればアドバイザーに来てもらうことができるんですね。自分たちの住む町の防災力高めていきましょう。広島県からのお知らせです。県では災害に強い広島県の実現へ向け、みんなで減災県民総ぐるみ運動を展開中。大雨に備え、ハザードマップなどで身の回りの危険箇所や避難場所などをご確認ください。県の広報誌広島県民だより8月号を8月1日土曜日に発行します。特集では核兵器の廃絶と復興平和構築に向けた広島県の取り組みについて紹介します。次回も水曜夜をお楽しみに。